잘 들려요? 그래 그라이 나라 どう ですか? 잘 들려요? 私の 声 聞こえますか? ステーションから地球の IBC へと変更。チェック中。無線機能まで壊れたの。まさか。それとももう通信成功。この声はもしかして。 私の声が聞こえていますか? やっと繋がった! 私はライフストリーム号所属 MC01 ロナ、助けを求めます! 現在位置と所属名が確認できませんが、所属はどちらですか? 待ちください。もう一度確認してみます。通信チャンネルチェック。現在繋がっている通信ラインの情報開示を要請。本当に秘匿回線じゃない。でもこうして繋がっただけでも良かったです。4日間壊れた状態でどこにも繋がらなくて。 このまま何もかも解決しないまま終わってしまいそうで怖かったです。すみませんが、見ての通り私は今動けない状態です。私の手助けをしてもらえませんか? 一般の方にこういうことをお願いするのはセキュリティ違反になりますが、他に方法がないですからね。今、修理用 UI を表示させました。見えますか?そこにある修理開始ボタンを押してください。他のロボットたちが攻め込んでくるかもしれません。急いでください! 緊急修理 シーケンス 起動 できました! この辺りにいる修理マシンが来て、私を修理してくれるはずです! メインフレームワーク修理完了。
システム復旧失敗。理由、修理リストに該当情報なし。修理が完璧にできていない。私には体を制御する自律コントロールシステムが組み込まれています。これが修理されないと私は思い通りに動くことができません。一番大事なパーツが修理されないなんてどうしたらいいの。他の部分は修理されていますのでバグではないと思います。やっと修理できたのに、一体どうすれば。そうだ、一つだけ方法があります。今私のいる場所、ライフストリーム号は地球からおよそ35万キロメートル離れた距離に浮かんでいる宇宙研究所です。数日前、宇宙船内部で反乱が起こり、全ての制御権を奪われてしまいました。宇宙船内の人たちは制御権を取り戻そうと努力しましたが、残念な結果に終わりました。彼らが制御権を奪い真っ先に取った行動は、この宇宙船を地球に落下させることでした。もし宇宙船がこのスピードを維持したまま地球へ墜落したら、地球の3分の2が破壊されてしまうでしょう。多くの人々が、そしてあなたとあなたの愛する人たちも被害を受けるかもしれません。私がたくさんの人々を失ったように、自律コントロールシステムが故障している今、簡単な動作はできますが、戦闘のように繊細かつ激しい動作は不可能です。現在戦闘ができるほど私を完璧に動かす方法は遠隔操作システムしかありません。また今現在私と通信ができる人はあなただけです。わがままなお願いなのは分かっていますが、どうかお願いします。私を操作して私の使命に力を貸してください。あなただけが私の希望なんです。大丈夫です。先ほどもうまくお手伝いしてくださったんですから。あなたの優しい気持ち絶対に忘れないように保存しておきます。では遠隔操作に変更します。遠隔操作にシステム変更、 IBC チャンネル1015に連結開始。 IDMC01 ロナ、遠隔操作に制御システム変更開始。修理シーケンス完了。オペレーティングシステム再起動。今度こそ全てを取り戻してみせます。基本となる攻撃、攻撃ボタンを連打すると簡単に連続攻撃ができます。次に重要なのは受け身、敵の攻撃を避けるときに使用する回避技です。攻撃中
いつでも受け身を利用して攻撃をキャンセル、避けることができます。そしてジャンプ、床にある罠などを飛び越えることができます。また地面を這う攻撃をしてくる卑怯な敵もいます。そのような攻撃もジャンプで飛び越えることができます。最後にスキル攻撃です。装備した武器、それぞれ違った特殊な技を使うことができます。武器はそれぞれ固有のスキルを持っているので、新しい武器を見つけたらどのようなスキルがあるか確認してみてください。では基本的な操作の説明はここまでにして、私の状態を確認できる UI を表示させますね。これが私の状態を表す UI です。思ったより簡単ですよね。見慣れない UI もあると思いますが、どうしましょう。 UI について説明しましょうか。わかりました。やっぱり最初はちゃんと理解してから進めた方がいいですからね。赤色のゲージは私の HP です。一番重要な部分と言えます。 HP が0になると行動不能となり動けなくなります。そうならないように気をつけるべきですが、最初は難しいかもしれません。黄色のゲージはテイクダウンエネルギーです。テイクダウンという強力な技を使うためのエネルギーですが、使用できるくらいエネルギーが溜まったらその時にまた説明しますね。また画面の左側に私が装備中の武器が表示されます。最大2個の武器を装備できます。画面の中央に見えるゲージはバッテリーです。受け身、ガード、つかみ、スキルなどの技を使用するにはバッテリーを消費します。重要なタイミングでバッテリーが切れて技が使えなかったら敵に返り討ちにされることもあります。ですので通常攻撃で敵にダメージを与えながらバッテリーを充電しましょう。最後に説明するのはマップ、ディスク、チップ、そしてバグデータです。ディスクは戦闘ステージでアイテムを購入するときや特殊な機能を使用するときなどに使うことができます。チップはコア実験室でカスタムパーツの製作やアップグレードを行うときに使います。ディスクは戦闘ステージで、チップはコア実験室で使用します。忘れないでくださいね。聞こえましたか？遠くから敵が近づいてくる音が聞こえました。そろそろ移動した方が良さそうです。バグデータは後で説明しますね。これでとりあえずは問題なく戦えるはずです。では直接動かしてみましょうか。敵がすぐそこまで来ているかもしれません。しっかり準備してから移動してください。通信がつながるのが少しでも遅れていたら私は完全に破壊されていました。幸い
強いロボットではないので、テストを行うのにぴったりだと思います。まずは基本、通常攻撃とスキル攻撃を使い敵を攻撃してみましょう。敵の隙をついてつかむを使い、壁や他の敵を狙って投げてみましょう。あと受け身で敵の攻撃をかわすのも忘れないでくださいね。では最初の共同作業に挑戦しましょう。投げる方向を決めることができます。あそこに見える炎に向かってロボットを投げれば簡単に倒せますよ。掴むは重要な技なので必ず慣れておいてください。さて早速やってみましょう。油断しちゃダメですよ。という特殊なエネルギーで動いています。私はそのミニコアを食べてコアの能力を使用することができます。食べるという表現が正しいのかわかりませんが、コアを口の中に入れてインストールする感じです。ちょっと変に見えるかもしれませんが、すぐになれますよ。壊れたロボットにミニコアが残っている UI が表示されることがあります。そのロボットの近くでつかむを使うとミニコアを食べることができます。どんな能力を持つミニコアか気になりませんか？さあ、あのロボットのミニコアを食べてみましょう。無事終わりました。インストールされたミニコアの能力は画面左下の UI で確認できます。今インストールされたミニコアの能力はスキル攻撃の攻撃力がアップする能力ですね。次の戦闘ではスキル攻撃を中心に戦えばもっと有利に戦えます。でもミニコアのインストールはいいことばかりではありません。時々インストールをするとバグが発生し、バグコアがインストールされることがあります。バグコアはミニコアとは違って私をめちゃくちゃにします。でもいいコアにも悪いコアにも持続時間があるので、持続時間の間さえ耐えることができれば大丈夫です。でもウイルスコアは違います。このコアに持続時間がなく私を苦しめ続けます。バグコアがたまにウイルスコアに悪化してインストールされると、考えるだけでもとても辛いです。このウイルスはコアチャージャーでのみ削除できます。削除できるまではとても厳しい戦いになると思います。コアチャージャーを発見したら真っ先にウイルスコアを削除しないといけません。覚えておいてください。でもバグコアやウイルスコアは悪い影響だけがあるわけではありません。バグコアやウイルスコアをインストールした後、バグデータという重要な情報が残ります。
このデータはスーパーコアという強力なコアをインストールするために必要なことがあるので覚えておいてくださいね。最後に一番重要なコアコネクト、ミニコアが3つインストールされるとコアコネクト状態となり、体から光があふれ戦闘能力がアップします。さらに武器スキルもコアコネクトの影響を受けて強化されます。スキルの威力がアップしたり、攻撃範囲が広くなったり、とにかく強くなるのです。もちろんミニコアは一定時間が過ぎると削除されますので、コアコネクトを維持するのは簡単ではありません。もしコアコネクト状態になることができたら、積極的に戦いへ挑みましょう。では説明はここまでにして先に進みましょう。こいつらは簡単に倒せそうにないですね。私たちももっと強力な攻撃技を使ってみましょう。ダウンアタックは意識を失った敵に大きなダメージを与えることができる強力な技です。ダウンアタックを行うにはまず敵をダウン状態にする必要があります。敵が壁にぶつかったり空中から地面に落下したりするとダウン状態になります。ダウン状態の敵を掴むと強力なダウンアタックができます。とても強力な技の一つですが、動作が大きく隙もたくさん生まれてしまいますので注意しましょう。敵が起き上がったらダウン状態が解除されるので素早く攻撃する必要があります。覚えられましたか？掴みを使って壁に投げるか、装備中のガントレットのスキルスーパーアッパーカットで敵をダウン状態にすることができます。ではやってみましょう。戦闘態勢をとってください。私たちなら勝てます。武器からミニコア、回復用のアイテムまで。補給ボックスを開けるためには一般的にディスクが必要ですが、幸いこの補給ボックスはディスクなしで開けられるタイプですね。開けてみましょう。役に立つものが入っているかもしれません。あ、新しい武器ですよ。初めて見る武器です。強そうですね。これは使えそうです。装備してみましょう。このようなバイクは初めてなので使い方を検索してみますね。データベース、ソード&シールド、検索完了。ソード&シールドという武器タイプですね。受け身の代わりに敵の攻撃をシールドでガードできます。ガードはバッテリーを消費しますが、ほとんどの攻撃を防ぐことができます。また敵が攻撃するタイミングに合わせてガードするとバッテリーを消費せずに周りの敵を攻撃できます。これはなかなか魅力的ですね。でも炎のような物理タイプではない攻撃は防げないようですので注意してください。早速試し切りしてみましょう。えっ、ロボットがもう
私より大きなロボットは掴むことができません。どう戦えば。あ、ちょうど武器を2つ持っているので、チェーンスキルを使ってみましょう。武器のスキル使用中に武器切り替えを行うと、切り替えた武器のスキルも連続して発動します。すると2番目の武器スキルの攻撃力がすごくアップします。これが強力な技であるチェーンスキル。武器切り替えにはクールタイムが存在するので頻繁には使えませんが、覚えておきましょう。このでかいロボットでチェーンスキルを練習してみましょう。さあ、やってみましょう。私たちなら勝てます。いや、行きますよ。あ、どいてください。いけー。ほっ、耐えきれます。あ、いいよ。チェーンスキルの威力、目に焼き付けましたか。通信要請ID TC01 パン。待ってください、通信要請が入りました。ロナ、僕の声が聞こえる？パン、本当にパンなの？またパンの声を聞けてほっとしたよ。ごめんねロナ、いくら通信しても繋がらなくて。ロナの状態を確認してたんだけど、行動不可から行動可能に急に変わってびっくりしたよ。あ、それはね、たまたま運よく地球にいる人と通信がつながって、その人のおかげで修理はできたけど、自立コントロールシステムだけ修理できなくてね。アイリーンの固有技術が使われた部分だから、一般の修理マシンでは修理できないのか。ん？それなら今はどうやって動いているの？その通信がつながった人に遠隔操作をお願いしたの。何？人間に君の操作を任せただと？君を二度と人間と関わらせたくなかったのに。他にどうしようもなかったの。敵は目の前まで来てるし、それに私をここまで連れてきてくれたいい人だと思うよ。しかも、おい人間、聞こえてるんだろ。必ずロナを安全に連れてこいよな。分かったか。その約束ちゃんと守れよな。ストップ、ストップ、パン落ち着いて。今は二人が争ってる場合じゃないでしょ。まずはここから脱出しましょう。今武装装置を準備しているよ。情報ボタンを押すと黄色で表示された地点があるはずだ。そこに輸送装置を送るから、そこまで来てくれ。通信終了。ごめんなさい、ファンの言い方に気を悪くしませんでしたか。全部私を心配しているからなんです。この話は置いといて、まずは脱出しないと。ファンが話した地点に向かいましょう。現在装備中の武器がソード&シールドなら、武器切り替えをしてください。もちろんソード&シールドのガードを使って少しずつ進むこともできます。心配
配しないでください。これくらいの攻撃なら問題なく耐えられます。さあ避けてみましょう。ここにミニコアがあります。体力が回復しました。このトラップは地面を這う攻撃をしてきます。地面を這う攻撃は受け身で避けることができません。飛んで火にいる夏の虫のようになってしまいます。このような攻撃はジャンプで避けることができます。地面を這う攻撃は色や形が他の攻撃とは違うので簡単に区別することができます。さあやってみましょうか。よっ、あそこにコアエッセンスがあります。コアエッセンスはコアエネルギーをたくさん含んだエネルギーの塊です。コアエッセンスを吸収すると画面左下側の緑のゲージでコアエネルギーがアップするのを確認することができます。このコアエネルギーのゲージが 100% になるとミニコアよりはるかに強力なスーパーコアをインストールできるようになります。コアエネルギーはミニコアを食べたりコアエッセンスを吸収したりすることでチャージすることができるので、発見したらためらわずに吸収しましょう。今はコアエネルギーが不足していますが、ゲージが溜まった時にスーパーコアについてもっと詳しく説明しますね。強い敵がどんどん集まっています。テイクダウンエネルギーが十分溜まったので使ってみましょう。テイクダウンはテイクダウンエネルギーを消費して使う強力な技です。ただ強力なだけではありません。テイクダウンで倒された敵はコアエッセンスを残します。コアエッセンスはスーパーコアをインストールするために必要になるので、テイクダウンはとても重要なフィニッシュ攻撃と言えます。まずはテイクダウンエネルギーがマックスの状態で敵を攻撃して敵の耐久度を削る必要があります。耐久度は UI では表示されないので攻撃し続けましょう。敵の耐久度がゼロになるとテイクダウン状態になり、その時に紙を使用するとテイクダウンが発動します。戦闘中敵の頭上にテイクダウンの表示が現れたら掴みを使うと覚えておきましょう。では敵をテイクダウンで倒しコアエッセンスを吸収してみましょう。さあ行きましょう。油断しちゃダメです。これで終わらせます。ダブルキル、量のコアエネルギーが溜まりそうです。コアエッセンスとスーパーコアのこと気になっていましたよね。やっと説明できそうです。スーパーコアはミニコアと違って持続時間がありません。戦闘ステージにいる間はずっと維持されるすごいコアです。文字通りスーパーなコアなんです。ここにあるコアエッセンスを吸収してコアエネルギーをマックスにしてください。ではスーパーコアをインストールできるようインストールプログラムを起動させますね。コアエネルギーがマックスになりました。これでスーパーコアをインストールできます。コアエネルギーが溜まると自動的にインストールプログラムが起動します。また情報のタブからスーパーコアのメニューに移動してインストールを行うこともできます。スーパーコアをインストールする方法は簡単です。表示された
4つのスロットにあるスーパーコアの中から1つを選ぶとインストールが開始されます。いくつかのスーパーコアのインストールにはバグデータが必要になります。性能のいいスーパーコアをインストールするにはより多くのバグデータが必要になります。覚えていますか？バグデータはバグコアやウイルスコアがインストールされた後に獲得できます。スーパーコアのレベルは D レベルから S レベルまで3つのレベルで構成されています。もちろんレベルが高いほどスーパーコアの性能はいいですが、生成される確率はかなり低いです。それでもレベルの高いスーパーコアを生成する方法はあります。 B レベルのスーパーコアをインストールすると、次にスーパーコアをインストールする際に A レベルのスーパーコアが生成されます。またその A レベルのスーパーコアをインストールすると、次は S レベルのスーパーコアが生成されます。でもレベルが高いからといって目当ての性能であるとは限りません。変化する状況に合わせて適切なスーパーコアを自分の好みで選択してみてください。では今からスーパーコアインストールプログラムを起動させます。よく考えて選んでくださいね。スーパーコアのインストール開始。コンプリート。スーパーコアがインストールされました。なんだか強くなった気分です。思いっきりいきますよ。ちょっと待ってください。ファンからの通信です。ロナ、今どこ？もうすぐ指定された地点に到着するよ。気をつけて。近くに脅威レベル4のロボットの反応があるよ。脅威レベル 4？ どうしてこんなところにレベル4のロボットが？君を遠隔操作している人間の実力がどのくらいかわからないけど、気をつけて。自信だけは。心配しないで。それより輸送装置の準備は問題ないよね？すでに待機させているよ。問題ない。よし、それじゃあ引き続き先に進むね。無事を祈っているよ。行きましょう。早くここから脱出しないと。やっぱりここにも敵が。輸送装置送って。しまった。輸送装置の到着地点に巨大な物体が感知されたせいで命令が拒否されちゃった。結局あのロボットを倒さないとここから脱出することができなさそうです。あのロボットを守っているシールドが見えますか？あのシールドを破るにはチャージ攻撃をしないといけません。攻撃ボタンを長押ししてから離してください。すると素早く突進するチャージ攻撃で敵のシールドを一つ破壊できます。もしくは前方に見える爆発物を掴んであいつに投げると一撃でシールドを破壊できます。脅威レベル4から上は今までのロボットとは次元が違います。でもあなたなら、私たちならやれます。ファンは引き続き輸送装置の起動チェックをお願い。分かった。気をつけるんだよロナ。準備はいいですか？
自爆システム起動準備。自爆システム、早く逃げないと。自爆システム起動。輸送装置を送れるようになったからちょっと待ってて。せっかく修理してもらったのにまたこうなってしまいましたね。こんなことに巻き込んでしまってごめんなさい。なんでいつもこうなっちゃうんだろう。失敗してばかりでいつも周りに迷惑をかけてしまいます。私にはやっぱり無理なのかな。めちゃくちゃになってしまった大事なものを取り戻したかったのに結局ダメでした。今回はあなたの助けまであったのに、私はママを止めることができるのかな。次もまた失敗しちゃうのかな。諦めなかったら本当、ありがとうございます。本当に。そうですね。ここでくじけるわけにはいきません。私には絶対にやり遂げなければならないことがあります。輸送装置到着完了。ロナ、もうすぐ脱出できるよ。しっかりして。お前はカメラのチャンネルを変えてやるから少し待ってろ。輸送シーケンス開始。移動します。カメラステイト、OK。エンジンステイト、OK。カメラシステム、リローディング。カメラ再起動、完了。おい、見えるか？一応応急処置で倉庫にあったカメラを利用して繋げてみた。あ、ちょっと待って。他のデコーダーで試してみる。さあ。これでどうだ。最新のカメラではないけど問題ないはずだ。コア実験室だよ。以前はコアエネルギーを研究するところだったけど、今はロナと僕が基地として使っているんだ。ここなら安心していいよ。セキュリティだけはしっかりしている場所だから。幸い大きなダメージは受けていなかった。修理は全て終わってネストの中でリブートしてるよ。もうすぐ起きるから心配するな。ありがとう、ロナを助けてくれて。今の僕たちの状況がめちゃくちゃすぎて誰も信じることができなかったのでな。ひどい言い方をしたこと、今さら都合よく理解してくれとは思っていない。ただ礼は言っておくべきだと思ってな。 MC01 システムリブート完了。リブートに随分と時間がかかったな。さあついてこい。
MC-01 再起動開始。ここは？気がついた。コア実験室だよ。あの時、確か爆発が起きて、輸送装置がタイミングよく動いたから連れて帰ることができたんだ。あ、思い出した。あの時はもうダメかと思ったのに。君を操作していた地球人もここに繋いでおいたよ。自立コントロールシステムが治るまでは一緒に行動しないといけないしね。ありがとう、パン。あなたのおかげで無事に戻ってこれました。本当にありがとうございます。心配かけてごめんなさい。あの状況であなたのような優しい人に出会えて本当に運が良かったです。僕はまだ 100% は信用していないけど。パン、わかってるよ。ちゃんとさっき謝ったぞ。これから私たちは一つのチームだから喧嘩は禁止ね。えっ、へん。そういえばどこまでお話ししましたっけ。改めて私たちの紹介をしますね。私の名前はロナです。こちらはパンです。私が作られた時から私を守ってくれている大切な友達です。戦闘能力はありませんが機械工学についての専門家です。現在のコア実験室内の数々の機能を管理するのが僕なのさ。使えそうなマシンを普及しているから準備ができたら教えるね。あと宇宙船が地球に墜落中であることはもうお話ししましたよね。この宇宙船はメタリックチャイルドを研究し製造する宇宙研究所でした。しかし乗組員の一人が反乱を起こし、ロボットとメタリックチャイルドを利用して制御権を掌握してしまいました。そして宇宙船の動力エネルギーが失われ、地球に向かって現在も墜落中です。幸いなことにパンがコアジェムのエネルギーで宇宙船が動くように作業してくれました。でも保管されているコアジェムエネルギーが少なすぎて、あとどれくらい持つかは。メタリックチャイルドはここで作られた新しい概念のアンドロイドです。人の心を持つアンドロイド。そして私は最初のメタリックチャイルドです。私の後に開発されたメタリックチャイルドはみんな巨大で戦闘用に作られました。そしてその巨大なメタリックチャイルドを動かすために新しい概念のエネルギー源であるコアジェムが装着されています。宇宙船が地球に墜落するのを止めるにはメタリックチャイルドが持つコアジェムが必要です。それが他のロボットはミニコアやコアジェムを動力として動きますが、私はどちらも持っていません。私が作られたのはコアが開発されるよりも前でした。私にも専用のコアがあればよかったんですけど、問題ありません。他のロボットのコアをうまく利用すれば戦闘型でない私でもみんなと同等に戦うことができます。威勢がいいのはいいことだけど、今回は本当に危なかったんだぞ。ロナの意地で始めたものの、非戦闘型のロナには危険すぎるよ。今回は違うの。
この人の操作は本当にすごいんだから。一緒に脅威レベル4のロボットも倒したよ。そうです、もうチームワークも完璧。わかったよ。今は他に方法もないんだし。あ、それはパン、私から言わせて。反乱を起こした犯人はアイリーン博士、私を作ったママです。アイリーン博士は天才ロボット工学者でした。事件が起きた日、アイリーン博士の命令に従ってメタリックチャイルドたちが人々を攻撃し始めました。多くの人々が死んでしまいました。でもママはそんなことをする人ではありません。きっと何かの間違いです。宇宙船の問題を解決したら絶対にママの居場所を見つけて会いに行きます。私ならママを説得できます。昔のママに戻ってくれるはずです。落ち着けロナ。あなたとなら私の願いを叶えられそうな気がします。あなたの力が必要です。あ、何か欲しいものはありますか？今回の事件が解決したら何かお礼をしたいです。私もあなたのように他の人を助けられるロボットになりたいです。とにかくこの恩は必ず返します。これからここに慣れないといけないので、いろいろ見て回りましょう。エネルギー不足で止まっているものもありますが、起動できるものについては説明しますね。さあ行きましょう。おい、ロナをよろしくな。今ロナを支えてあげられるのは僕たちしかいないんだから。これは輸送装置です。貨物を運ぶマシンですが、他の地域へ移動するときにも使えます。先ほどこれに助けてもらいましたよね。この実験室は敵の侵入を防ぐために完全に封鎖されています。そのため私たちも外に出るのは不可能です。この状況の中、私たちを他の地域に移動できるようにしてくれるのがこの輸送装置です。戦うメタリックチャイルドを選択し、装備する2つの武器を選択すると戦闘ステージに移動します。もともとは貨物を運ぶ際に使われたものなので、移動するときにすごく揺れるんですよね。でも今は状況が状況ですので我慢するしかないですよね。輸送装置はいつでも起動できますので、準備が終わったらすぐにコアジェムを回収しに行きましょう。これが宇宙船の動力を担っているコアジェムマシンです。コアジェムエネルギーがゼロになると宇宙船の墜落を止める方法がなくなってしまいます。墜落を防ぐ唯一の方法は、他のメタリックチャイルドに装着されている巨大なエネルギー源コアジェムを集めるしかありません。ここからは
球がよく見えます。本当に地球は綺麗です。嫌なことや悩み事があるときはいつもここに来て心を落ち着かせています。今はママに会って説得できるか、その前に宇宙船の墜落を防げるかを考えるとすごく不安ですけどね。これは断言できますね。無事を祈ります。青く丸い地球を眺めていると気分が晴れていくんです。あなたも悩み事があるときはここに来て一緒に地球を眺めましょう。続けていけばいつか勝てるようになると思います。アップグレードに必要なチップは戦闘で手に入れることができます。これからの戦闘で絶対に必要になりますので、どんな性能がアップグレードできるのか確認してみてください。アップグレードは重要です。データが保管されている場所です。事務室にあったデータが全て削除されていたので、このサーバー室に残されたデータの中に反乱の謎を解く鍵が残されていることにかけてみるしかありません。ここライフストリーム号に関する情報を含め様々な情報がここに眠っています。私たちが頑張って戦闘している間にファンがデータを復元してくれます。ファンが復元したレコーディーをここで再確認できます。もし再度確認したくなったレコーディーがあればこのパソコンを利用してください。復元したレコーディーを確認しますか。これはサーバーのデータを復元できる復元ツールです。宇宙船の動力がいきなり失われてしまって多くのデータが破損してしまいましたが、これで復元できます。ファンが頑張ってデータを復元してくれていますが、私たちが手伝えばもっと早く復元できると思います。ここでは挑戦できるチャレンジリストを確認できます。チャレンジリストには様々な項目があって、それを達成するとボーナスがもらえます。もともとは乗組員の意欲を高めるために設定されていました。実験記録を残すことや実験室内で安全に実験すること、あとは研究室内の消灯など、それを今の私たちの状況に合わせてファンが変更してくれました。先にどんなチャレンジ項目があるかリストを確認してから挑戦しましょう。達成できれば今よりもっと成長できると思います。どんなボーナスがもらえるのかも楽しみですねどんな課題がありますか。データが記録されている場所です。ファンアートは
地球の誰かが私を書いてくれたものだとデータベースから学びました。サーバーにこんな私的なデータを記録しておくと研究だけじゃ済まないと思うのですが、もしかしてママが記録してくれたのでしょうか。どんな絵なんでしょう。ここはライフストリーム号に関する情報を確認できる情報室です。プロジェクトメタリックチャイルドの説明やライフストリーム号に関する様々な情報を確認することができます。私の知らない情報もたくさんあるので、さらに詳しく知りたいときには利用してみてください。どんな情報が必要ですか。できるカスタムという施設です。カスタムパーツにはそのパーツだけの特殊効果が発動するものがあります。パーツごとの特殊効果をよく確認して自分の戦略に合うパーツを見つけましょう。パーツの製作に必要なチップは戦闘で手に入れることができます。必要なパーツがあれば製作してみてください。他のカスタムパーツに変更しますか？誰もいない寂しい空間ですけどね。左は会議室で、右にはママの事務室とアシスタントのエイデン博士の事務室があります。何か情報を得られるかと思って調査したのですが、残念なことに何もありませんでした。もちろんですよ。こう見えて私意外と細かい性格なんです。パンの話によれば、事件の直後全てのデータが削除されていたようです。何か隠したいものがあったのではないでしょうか。ここはママがいた事務室です。私はここで生まれました。ここがママと私の唯一の居場所だったのに。壊れている音声データが一つあるとパンから聞いたのですが、現在は復元できないみたいです。ママが残したメッセージって何ですかね。私が一番気になっています。パンが復元してくれるって言ってたので、後でまた来てみましょう。
動するか決めてください。周りにチップがあれば必ず拾ってきて。目標地点に到着。早速始めましょうか。よくも私の商品を盗んだな。跡形もなくバラバラにしてやる、クソが。こんにちは。なんだ、こんな危険なところで子供が歩き回ってていいのか。あ、よく見たらあんたロボットだな。そうでしょう。あ、そうです、私はロボットです。いや、ここまで見分けのつかないロボットは初めて見た。あたいはスライ、よろしくな、チビロボちゃん。私はロナと言います。ここでは見かけない方のようですが。その通り、あたいはここの乗組員じゃない。ここにはビジネスのために来たんだ。あたいは武器商人なんでな。依頼人に頼まれた武器を持って取引しにここまで来たのは良かったんだけどよ。いざ着いたらロボットは攻撃してくるわ、依頼人は見当たらないわ。あー、ムカつく。でもよ、一番ムカつくのは何かわかるか。取引予定の武器を盗んで逃げたロボットがいるってことだよ。持ってきた武器たちが商品じゃなけりゃ、ここのロボットどもを一切合体ガラクタにしてやったのによ。商品を盗まれたことは残念ですけど、ここは危険です。一旦ここから離れ、商品は後で取り戻すのはどうでしょうか。何言ってんだ。こう見えても信用が売りのスライ様だ。取引を終えるまでここを離れるなんてありえねえ。本当に危険なんですが。話を聞いてりゃあんたはこの場所に慣れてんだよな。ええ、私はここで作られましたから。よし、それじゃあこうすっか。あんたがあたいの武器を取り戻してくるんだ。ロボットどもを倒すとあたいの武器ボックスを落とすやつがいるはずだ。それを回収してくれるだけでいい。どうよ、簡単だろ。あ、もちろんタダでっていうわけじゃねえ。こう見えても上等品だけを取り扱う武器商人さ。いい武器をくれてやるからな。どうしましょう、
商品を取り戻すまではここを離れそうにないのですが。ハハ、あんたのことは最初から気に入ってたぜ。じゃあんたを信じて待ってるからな。でも適当にやるのは許さねえぞ。働いた分だけもらう、あたいの座右の銘だ。そんじゃよろしくな。ではスライさんの言う通り、泥棒ロボットを探しましょうか。
レクションの中からいい武器をやろう。よっ。やあ！Yeah!
コンプリート。装備ショップを見つけました。必要なものはありますか？力が戻ってきました。コンプリート。生きてはいけます。
ステム起動。
コンプリート。最高のインストール開始。コンプリート。体力が回復しました。
テム起動。いただきます。パワーコネクトシステムが解除されました。装備ショップを見つけました。必要なものはありますか？敵を発見しました。やれ、大丈夫？いったか。幸い深刻な損傷はないよ。無事に脱出できてよかった。毎回こんな壊れるギリギリまで戦わないといけないなんて。そんなのはもう覚悟の上でしょ。大丈夫。僕も君たちが戦ってる間サーバーにあったデータを復元していたよ。昔から過去を知れば真実が見えてくるって言うでしょ。戦闘後帰ってきたらサーバーから見つけたものを教えてあげる。今回復元できたのはレコーディーに記録されたメッセージなんだ。地球ではまだ使われてないみたいだね。レコーディーはここの乗組員たちが日々の作業を記録しているアプリケーションなんだ。だからこの記録を見れば反乱が起きた時に何が起こったのか分かるはずだよ。そうだね。何か真実につながる情報があるかもしれない。サーバー室ではレコーディー以外にも様々なデータを見つけたよ。もちろんどのデータも破損していたけどね。僕は引き続きサーバーを調査してみるから任せて。まずは3つのレコーディーを見せるから復元したい記録を選んで。どの記録を復元するかは君に任せるよ。乗組員たちの記録を読みますか？リカバリースタート。リカバリーコンプリート。帰ってきてくれてよかった。もっと強くなりたいです。に行きますか？
重要です。さあ、はい。では、どの武器を持っていきますか？